皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。ゆいです。姫です。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。姫、今日こそは行くわよ。え、ランクマッチよ。やだよ。ダメです、今日はランクマ潜ります。僕らもランクマに縛られている。それでアイスパを押し付けて来るから無理よ。無理じゃねえよ。今日はとあるカンスト勢の方から教えてもらったパーティーを使っていきます。おー、あのアビ教官でサンズの鬼もびっくりなランクマに通用するパーティーだと。地獄かな。今回はこのようなパーティーです。提供者さん曰く、姫のような PS がない人でも勝てるパーティーです。嘘つけ、そんなトゲのある言い方してないでしょ。ごめんごめん。本当は姫でもランクマで通用するパーティーをくださいと聞きました。え、私ディスられてるのこれ。で、このパーティーの解説をすると、怨念である程度削って高耐久高火力の2体で倒していくパーティーです。そうな目はブロッカーコンでバフ吸収&壁、枕返しはスキルで床パを封じつつブロッカーコンで壁&必殺要因。基本的に難しい操作はいらないとのこと。お、これなら私でも勝てそう。そう思った時点で私の PS がないこと認めたから私の負けでした。わけのわからないこと言ってないでさっさと潜りましょう。今日は姫がプレイしてよね。おい、マジかよ。強い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 。ふぉ、近年まれに見る強パーティーに出会い、姫、強いしか言えなくなる。なんだこれは。脳内快楽物質が止まらない。私も久しぶりにそんなに生き生きした姫が見れて嬉しいよ。ではではでは、今回の対戦よろしくお願いします。さて、お相手のパーティーは？全体的に硬そうなパーティーだわさ。ボケ、ハニワがきついわね。ハニワなら、よく相手に目視しないからきついです。この後相手のマイニャンが取り付きでもしてミイラを温存できないかな。ミイラみたいでパンドラ撃破したいと？もちろんさ。バトル終盤でパンドラ VS パンドラとかになったら心臓に悪いんで、ね。やったぜ！おーおー、氷マイニャンで助かったぜ。おーおー、取り付きはありがたすぎるでー。今日は一日うるさそうだから鼓膜破っておこうかな。でも今日は多少運も来てるかもね。最近ランクマ潜ってなかったからその分運を貯金してたんですな。さあここで勇ましの陣もあるから問題なさそうね。お、いいぞいいぞ。ちなみに陣のおかげで太陽神ヤジ風神も大体倒せます。いやー、これパンドラ倒せたの大きすぎるー。ブヨブヨとマイニャンがいるから必殺用心しないと。枕返しの必殺を不用心棒に当てられれば多分ワンパンできると思うけど。ってなわけで急いで移動しちゃったんだけど、ブヨブヨは見事範囲内なのでここでぶっ飛ばします。パンドラもトンマンを削りに行くの偉い。さあ、クナックナックになんですくの。私は姫に引いてる。さて、ここでマイニャンにはどこまで入るのかしら。無事猛虎まで削ったわね。後ろのマジョマジョは無鉄痕ですか。でブヨブヨを警戒して全体的に後ろに下げたの裏目に出てるし、そもそもなんで枕返しを中央列に置いてるかわけがわからないんですが、これ以上私に不都合なこと言うとその角を獣石にするぞ。私の角はそこまで重くないんで無理です。予想な何故の戦闘に動揺を買ってない。で、やっぱりボケハニは硬すぎ笑えない。棒読みが加速してますよ。でもこれだけ攻撃してるのにまだ超我慢発動しないのはとんでもないわね。そうな目も同意してますね。じゃあここでパンドラの必殺を打ちますが、かわされてもそうな目の必殺でリカバリーできるから問題なしと。さすがにイちゃんわかってるー。で、別に姫のために行ったんじゃないんだからね。定期的にやっていくつもりですか。はい、一撃以外ありえない。これは大きすぎるわね。山がパンドラ強すぎるんですわ。ここもそうな目さんがずんどこペロンチョして倒す。通じない人にはとことん意味不明なネタやめて。一撃以外ありえない。さあさあさあ、相手の主力妖怪はほとんど倒したわよ。あとはマイニャンくらいかしら。ここ枕返しの必殺打てればもう勝ち確なんだけど。さすが元 E ランク、回転数が早い。しかし相手の最後の希望によって打ち砕かれてしまった。ここは2位のお父さんに一役買ってもらうわ。一瞬そうな目を移動しようかと迷ったけど突っ込みます。頼む、マイニャンとのボケにも当たってください。ダメでした、やります。ソウスみたいな感情の急降下やめなさい。でもここでもう告白になれば勝てるわね。お願いします、お父さん。娘の前でしょ、いいとこ見せてください。お父さん、このいろいろうるさい人が私の友達です。そしてお父さん、ここまでありがとうございました。うれえよな。姫がもっとちゃんとしたプレイしてればここで倒されずに済んだ。正論ばっかり言って楽しいか。言って大ダメージすぎなんですが、あれだけ優勢だったのに一気に逆転されたんですが。山田マイニャン狂ってるでほんま。でもこっちはまだパンドラがいる。向こうは全体的に HP も少ないし、マイニャンは吹雪の術だから回復もされない。そしてなんという幸運か、相手のマイニャンはガードという無駄行動。続いて行動するもまさかの物理で最小限のダメージで済ませていく。あとはいかに早くボケハニワを倒すか。超我慢不発なんて。そんなにね、物語は。ですよねー。ここは冷静に回復玉を拾いつつ必殺回避を。
君が冷静妙だな。なんでじゃい。まだ勝機はあるからね、勝ち筋を失わないようにしていきますぞ。ふーん、意外と粘るのね。せっかくゆいが私のために聞いてきてくれたパーティーだもの、最後まで諦めずに戦うわよ。毎回このぐらいの粘り強さ見せてくれればな。さあさあ、いよいよ一騎打ちとなりました。まさかのここでも物理を使う前にゃん。お相手からしたら大ファン案件だ。そしてまさかの逆転勝利。やったぜ。よきよきよき、やっぱり強いこのパーティー。もう少し潜る？うむ、もう少しもさっぽい人に勝つまでやろうかしら。てなわけでカンストデートマッチングしました。おやほ、もう少しの加減ができてないのかな。久しぶりのランクまで数戦でカンストデート対戦とか頭おかしなるで。いつもおかしい定期。次私の気に食わないこと言ったら尻尾の鱗全部剥がす。想像したら涙出てきた。ゾクゾクする。おまわりさんこっちです。ゲール開始。さーて、お相手のパーティーは対応力は非常に厄介。爽快限界です。とてつもない中パ来たわね。ドンバフのかかったクローニオフとか想像したくない。さ、太陽神はリーラさんで倒せるけど、残ったマイニャンとヨフッチをどうすれば。引いてきたし。ああ、やばいパーティーです。ブロッカーオクラは硬いので NG。さあここは無事に倒されて倒してほしいけど。さあ三度の怨念が太陽神を襲う。いつも床を豪華滅却してるバツオクラへ。やっぱりこれなんですよ、怨念が強いのは。さすが怨念使いのエキスパート。怨念を使うとクラ構えが違う。あとちゃっかりヨフが妖術を使ったの大きすぎる。殴られたら多分そうなめやられてた。なんか今日本当に運いいわね。吸ってないからね。本当かな。まあいいや、そういえば相手ミイラも添えてたわね。ドンちゃん、太陽、ヨフ、オクラ、ミイラ、マイナン、ちょっと欲張りセットすぎない？恐ろしく怖い。ここはパンドラの妖術が封印されたら罪なので枕返しと交換します。と思ったらオクラを隠してきたわね。どういうことでしょう。おそらくエルドラの技を封印するために行動順を読んだんですかね。お得意の自問自答だ。相変わらずセルフ怨念封じの耐久やめてくれないかな。日本語が不安になったけど、今はそんなことよりも無事に勝つことに集中しましょう。でかい。ヨフの攻撃を耐える可能性が出たと思ったけど、枕返し普通に耐え。いえいえ、無駄封印お疲れ様です。ここまで大胆にセリフかぶせられたの初めて。しかもここガード解いたからヨフッチの攻撃かなり抑えられるんを。ドラー、テンション爆上がりしてるな。でここヤバくね。重傷検証残念症。やばい。何ですかこの強運は。雑なプレイングを運でごまかすのやめなさい。ここそうなめ出すべきだと思う。聞きながら出すのか。ダメよ私、落ち着くよ。この試合に勝ったら家にハグをして美味しいご飯を食べに行くんだから。その後にいつもの日常を噛み締めながらふかふかの布団で寝るんだ。オーフラグのオンパレードやねー。でここパンドラ出すのね。ここで枕返しやられるのに、なんでそうなめ引いたんだろうね。あなたは対戦相手のスパイですか。ここのミリタイもかなりきついし。ほらさすがお父さん、このまま HP 全回復してください。お父さんこういう友達なんだ。ユーモア溢れる人でしょ。なんで全回復しないんですか。わかったから姫は黙ろ。痛い。そしてヨフは幸運にもガードしたでござる。幸運を見せた途端にガバプレイ発揮するのやめー。なぜそうな目を出したのよ。だってヨフが殴ってくると思ったんだもん。パンドラが殴られたらワンパンじゃん。ああ運だから回る。ここちゃんと全員耐えてよ。アップな。ここはどうせ逃げられないので、パンドラでバッコリカウンター決めます。ではありません。これは勇気の決断です。ここで全滅したら文字通り本当に悪夢になっちゃうわね。耐えるさ、私は勝ける。さあこれで山田君の倍率は最高クラス。このままぶっ飛ばしてちょうだいな。残念猛虎は発動します。ここまでか。楽しかったぜ。私をここまで興奮させるとはな。ここで倒しても返しの氷で。次は味方したのにねー。私は幻覚を見ているのだろうか。ポテト。皆さん、これがこのパーティーの強さです。勝てます。以上終わりです。やりきった顔してるな。まあいいや。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。